能領域への接続を確認。接続強度にわずかな乱れはありますが、許容範囲内です。それでは、よろしくお願いします。もらった。また来たのか。変な人間だ。邪魔をしないならいいさ、見ていきなよ。直接挨拶を交わすのは初めてだったな。イエスタ・ヘイデンスだ。官能技術開発局の首席研究員だ。変色場を介した連装技術の開発を行っている。私は分子機械が専門のジョサイア・クオンだ。お父上には随分よくしてもらったものさ。こうして君に会えて嬉しいよ。あんたらのことは極東支部長からあらかた聞いている。ははは、そりゃ光栄だ。これがサーマと彼らとの出会いだ。君が考案したレトロオラクル細胞による自己回帰生成ネットワーク構築理論、排卵させてもらったよ。私のような老いぼれには到底思いもよらない。実に見事な着眼点だ。要件は何だ。我々が提唱するラグナロク計画、これの実現に君の力を貸していただきたい。てもらった。私を怒らせる。やっ、これなら。やっ、覚悟。広域に散布した人機と同構造のナノマシン、セントラルコアが管理する変色場によって制御。接触する荒紙各個体に合わせナノマシンの変色傾向を調整することで捕食し消失させる。それがラグナロク計画の全容か。本計画の中核となるのはナノマシンに指令を与える人工知能、すなわちセントラルコアだ。これはソーマ博士の頭脳なしには実現し得ない。我々はそう考えている。買いかぶりだな。ソーマ博士、人類は今真に生きていると言えるだろうか。人は30年もの間荒波の餌となることに怯えてきた。私はどうにかしてこれに終止符を打ちたい。共に人類を新たな生へと導こうじゃないか。ソーマは計画に加わることにした。
機構では官能波の CI 比が小さすぎる。発信能力の向上が絶対条件だ。各中継基地に自立型のアンプリファイアを置こう。設計のベースとなるモデルはこちらで用意する。噂には聞いていたが、想像以上だな。何の話だ。君を誘って正解だったと言っているんだ。ああ、イエスだ、博士。ソーマ、珍しく楽しそうだったな。イエスだ、博士。ソーマ博士、ようやくここまでたどり着いたな。次のシミュレーションで問題が出なければ、晴れて起動実験に移れるというわけか。ああ。だが本番はできる限り万全の体制で臨みたい。結果の調査にはある程度の期間が必要だ。ソーマ博士は極めて優秀な男だが、思っていた以上に慎重だな。それが彼のいいところじゃないか。いいさ、気の済むまで調べてくれたまえよ。あと一歩のところまで来てたんだけどね。詳細は報告書に記載の通りだ。先のシミュレーション結果を解析したところ、システムに重大な脆弱性が確認された。仮に起動実験を行ってシステム暴走した場合、最悪世界規模の被害が出る恐れがある。起動実験は延期すべきだ。延長期間はどれほどと見込んでいるのかね。まだ精査中だが、システムの根幹に関わる部分の再設計および実装が必要になる。検証期間も含めれば最短で24ヶ月、長ければ丸4年といったところだ。ソーマ博士、報告書の君のロジックに明確な誤りがあるとは思っていない。だがこれはセントラルコアに人並みの思考力と感受性が備わった場合にのみ生じうる問題だ。君が開発を主導したコアの性能がそんな空想じみたレベルに達していると断言できるのか。断定はできない。あくまで可能性の話だ。あるかもわからない可能性のために計画を遅延させるだろう。話にならない。ジョサイア教授、起動実験は予定通り行うべきだ。バカな。危険性を認識しながら計画を実行に移すというのか。そういえば、ソーマ博士は実験失敗の怖さをよく認識しておいでだったな。イエスター博士、言葉が過ぎるぞ。ソーマ博士の懸念は私もよく理解できる。ただね、我々も道の脇に小石を見つけたからといって簡単に走行を中断するとは言えん立場なのだよ。この計画にどれほどの資本が投入されてきたかわからない君ではあるまい。これまで力を尽くしてくれた研究者や開発者たち、彼らの生活を保障する責任も我々にはあるのだ。実験の失敗によってその生活が脅かされれば本末転倒だ。よし、ソーマ博士、君があくまで起動実験の延期を望んでいるのはよく分かった。その上で相談だが、この件は一度私とイエスター博士に持ち帰らせてもらえないか。ジョサイア教授、こちら側の対処で問題点を吸収できるのであれば、
相馬博士としても異論はなかろう。近日中に我々からの提案内容をまとめておく。こちらからの連絡があるまで待機してもらいたい。まだここにいたんだな。前にも言ったろ、僕には急いでやらなきゃいけないことがある。相馬を食ってあげるんだ。